重視というのに惚れましてね、重視としてますか、重い馬ですね、バンガですよ。要するに昔、荷物を引いた馬ですね。あれにね、惚れてましてね、あれ、気象はどうなるかな、あれはこういった場合どうなるかな、こういったらどうなるのかな、ね、立て、はい、座れ、はい、こっち来い、そういうことを覚えるかな、なんてね、いっぱい疑問に思いました。うちにはね、そういうその重視の見本となるようなのがいないんですね。スコットランドに来ました。クライスデールというところに着きました。そしたらクライスデールというのはね、世界にね、冠たるね、背の高い馬なんですよ。これはね、この背の高い馬をね、うちでね、買ったらね、さぞ面白いいろんなことが出てくるだろうと思いましたね。馬でもね、体型によりまして、随分ね、心の出方が違うんですよ。みんなね、子供乗せ、乗っけるって言うとね、セットランドポニーの小さいのにこう乗っけてね、人間こう引いてね、トコ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 引いて、これがね、馬との共存の第一歩だっていうふうに言いますね。それもそうでしょうけどね、私はね、そうは思わないんですね。大きなね、馬にポッて子供が一人乗ってね、トコトコ行ったらさぞはよかろうと思いますね。だから、見ている先が違うんですね。今が出産しますね。その時にどうしてもね、多くなってきまして、人間が見なきゃいけないんですね。というのはね、他の動物だったら、それはいくら出産してもいいですよ。任しておけばいいんです。なぜかというと、生まれる子供の大きさは違いますからね。80%がこっちに遺伝で出てくるんですね。そうすると小さいのしか出てこないじゃないですか。そうすると難産になりこないんですよ。ところがね、家畜は違うんですね。特に犬や牛、それからね、馬、これはね、人間を大きくしようとすることがありますからね。そうするとね、大きな親の形質が子供に出てくるんですよ。そうするとね、出てこないんですよ。足が出てきますけども、それ以上産道に近かって出てこないんですよ。あの時にね、ぼんやり見てたら大変です。もう産道で死んじゃうんですよ。ですからね、よし、やるかで、僕はもう必ず裸になりました。で、手突っ込んで、かーって、いやーって失敗出すんですよ。これはね、胎児がね、疲れて、ね、赤ん坊が壊れるじゃない。なんだって言われることもあるんです。ところが、そうじゃないんですよ。これもやってみなきゃわかんない。丈夫なんですよ、こういうところが。それはね、出すとき伸びたりしますよ。でもね、出して10分もするとちゃんとなって立ち上がるんです。要するにね、馬や牛は野外で産む癖っていうか、それで進化してきてるでしょ。だから厳しいところで産む修練が、そういうところにもあるんですね。そうです。うちの方じゃね、こういう人もいましたよ。難産でよ。あ、そうですか。うちの馬ならね、もうね、手伝ってやるのダメなんだよ。あ、そうですか。どうしました。俺らな、足さ縛るだろう。それをね、そこらに木にこう結びつけたよ。あ、そうですか。それどうするんですか。で、馬を持ってね、ほんで馬のケツがバーンってぶたく。馬が、いてっつーってこう。だからね、その力で、子も生まれたよ。へえ、言いましたね。そういう出産のね、手伝いは初めてでしたけども、これは農夫のね、えらい長い自分の実生活でやったことの、
証拠でしょうね。それは立派なもんだと思いました。